Hey, Hoyo Minasan, c'est Gunsho, et aujourd'hui on est de retour sur Tal of Basaria, et c'est parti pour l'aventure. Donc avant de retourner au port pour récupérer le navire, je suppose. Donc c'est parti, c'est ce que je vais faire. Donc voilà. What? Ouh! Wow! Allez, Tolo! Yale. Oh putain, on doit passer tout ça. Ils sont chiants, ces machins.
Un affrontement de ces trucs là. Non, c'est le bien. Velvet. Non. どうしたの？犬が本を加えてきちゃったんだよ。
ほらこれ。ずいぶん古い本ね。見たことのない文字で書いてある。アバロスト語じゃないよ。年表みたいなのがあるから、歴史の本かな。2000年ほど前に使われていたメリオダス文字のようじゃの。アバロスト語よりは新しいが、今は使われておらん文字じゃ。書き込みがいっぱいしてある。これは誰かの研究書だよ。研究ならリーブの本かも。リーブ？宿屋の子供だよ。歴史を研究してる変わった子なの。リーブにこの本を届けてくれない？僕たちはあの子に近づいちゃダメって言われてるから。うん、いいけど。 OK。 Pourquoi pas? Hon, Hon, 僕の研究所が。君がリーブ？これは君の。僕の本。ありがとう。大事な本なんだ。僕はライフセット。ちょっと見せてもらったけど、すごいね。君はメリオダス文字が読めるんだ。メリオダス文字と見抜くなんて、君こそただものではないね。それほどでもないけど。僕は大人になったら世界の遺跡をめぐる冒険家になりたいんだ。そのための準備にこの本で暗黒時代より昔の歴史を研究してるんだ。暗黒時代、クローズドダークって呼ばれる謎の時代だよね。そう、記録がほとんどない歴史の空白なんだ。でもその前後の時代を研究して比較すれば、何があったのかわかると思うんだ。すごい！面白そう！だろう？古い本のことでよく盛り上がりますよね。うちの弟も同じだったわ。ラフィーもよく兄さんと。匿名の通報があった。不審者を見なかったか？まずい、警備が来るぞ。こっち、僕の家に隠れて。ねけ？どうも。リーブ、不審な者たちを見なかったか？見てないよ。僕、本に夢中だったから。そうか。母と二人暮らしで心細いだろうが、しっかりな。お前の父上は皆のために戦う一刀隊馬士だ。弱音は吐いては父上に笑われるぞ。はい。Si, jeune homme. 助かったよ、リーブ。あんたの父親はタイマスなの？うん。だからライフィセットたちの事情は詳しくは聞かないよ。友達だからね。友達。友達の証にとっておきの秘密を教えるよ。この本には伝説の万能薬オメガエリクシールの作り方が書かれているんだ。オメガエリクシールを作るには5つの素材が必要らしい。訳せたのはまだ1つだけだけど、それを教えてあげる。ありがとう。でも僕、何もお返しできない。お返しなんていらないよ。でもよかったらまた話をしに来て。絶対に来るよ、友達だからね。Réussir à se faire des amis, c'est pas mal. Omega Elixir. Toutes les maladies sont guéries, c'est un miracle des anciens. Mais, dans le temps de l'Antiquité, les vrais et les faux ont été perdus, j'ai entendu. Meliodas Moji est un outil utilisé avant l'Antiquité. Les symboles sont proches. Un livre de lecture pour enfants. Ça ne sert à rien. Non, l'écriture de ce livre est un visage d'adulte. Je ne pense pas que c'est un détournement.
子供の集中力と学習能力は侮れないぞ。好きなことならなおさらな。僕もリーブは本物の研究者だと思う。あの子も夢中になって本を読んでたっけ。オメガエリクシールはあなたにとっても役立つものなのでは。ライフセット、あんたは素材を探してみたいのね。うん。私は興味ないけど、あんたが勝手に探すなら止めないわ。うん。OK. Fais un tour à l'auberge, tu sais. Pourquoi passer pas une nuit? Allez. Bon, ça a rien débrouillé, mais bon. Tac, tiens, un truc à récupérer là, chouette. Je pense avant de prendre la mer, je pense que je vais faire une brève ellipse et je vais vendre mes choses et peut-être racheter et modifier mes armes. Donc on se retrouve après ça. Allez, allez, on est reparti. J'ai fini mes petites emplettes et tout, et ça va mieux. Allez, let's go. Oula, y'a du monde sur le pont là. Y'a du monde sur le pont. この前、大しけで流されて第4種管理地区の島に行ったんだが、噂通りヤバいとこだったぜ。嵐が収まるまで船着き場に泊まりたかったんだが、海が水飴みたいにドロドロし始めてよ。クラゲの化け物みてえなのは甲板に上がってくるし、ふと見りゃナメクジが海泳いでやがんだ。ナメクジは塩水に弱いでしょ。俺もそう思ったんだけどさ、ウミウシでもナマコでもねえし、いやおっかなくてよ。まあ近寄らないに越したことはねえが、もしあの島に行くならドロドロには気をつけな。第四種管理地区って言ってたけど、どういう場所なのかな。清涼が決めた対ゴーマ戦略上の区分で、どの程度ゴーマを制圧できたかの目安なんです。第一種から第三種までは対魔士が適宜配備され、安全が保障されている地区です。つまり第四種は安全の保障ができてない。本来なら王国全土の安全を保障すべきですが、手が回らないのが実情です。辺境や離島などは対魔士を配備せず、立ち入り制限を行うことで被害を防いでいるんです。船の連中は島の近くまで行けたと言っていたが、立ち入り制限ってどうなってるんだ。危ないから行くなとお触れを出しておしまいじゃよ。離れ小島を囲えるわけでもないしの。禁じた場所へ行くのは勝手じゃが、助けにはいかん。泣くのが嫌なら近寄るなというわけじゃ。そもそもゴーマを制圧できていれば渡航を禁止する必要なんてない。本音では清涼も近づきたくないんだろう。清涼もお手上げの危険地帯ってことか。
放置しておきながら管理とはこれいかに。第四種管理地区ってたくさんあるの？私が清涼査察官として聞いたことがあるのは全部で10カ所です。その10カ所の正確な位置も現在の様子も分かりませんが。清涼が撤退したんだ。おそらくよりヤバい場所になっているだろうな。そこへ行くならしっかり準備しないとだね。パフ、vous pouvez désormais vous rendre dans une zone à l'immersion de classe 4. Ok. Ok. Chaud. On sauvegarde là. Kite kureo. Mata Goma datte yo. Kyoubou na Goma no mure ga Wag Jurin ni detan da.ただでさえあのジュリには危ないゴーマがいたのに、今度は別の群れが出て、しかも逃げたんだってさ。だからあちこちにタイマシが増えてるだろ。その群れにいるのはどんなゴーマなの？それは俺たちも知りたいんだが、清涼の連中は何にも教えてくれないんだ。船の積み荷を見せろだの、しばらく漁には出るなだの、ゴーマが出るたんびに仕事が止まって大弱りさ。本当に迷惑なゴーマどもだよ。俺がタイマシならぶっ飛ばしてやるのにな。結局いつも苦しい思いをするのはタイマシでもゴーマでもない俺たち庶民なんだよ。まあ、あんたらも気をつけなよ。そうするわ。殴られないようにね。On est des démons, mais c'est pas grave. c'est marrant ça.副長、無事だったんですね。心配かけたな。船長の件は？やはり偽物だった。だがアイフリードはまだ生きている。当たり前ですよ。残された時間は多くはないがな。どういうことだよ。焦るな。事情は後で話す。アイゼンも焦らないでね。ma parole。全員されとも頼んだな。もちろん。くたばったやつはいねえだろうな。みんな生きてますよ。副長の呪いに比べたら海賊病なんてちょろいもんさ。よし、出航準備に取り掛かれ。とっくに終わってますね。いつでも出られるってのは。海賊の流儀か。悪くはないの。Je vais peut-être vérifier la grotte, mais ça je crois qu'il faudra que je revienne ici, donc enfin qu'il faudra que je revienne ici. Alors qu'est-ce qu'il est retourné au Sudgand? Il fallait où ça? Cacher la poussière de long. Je crois qu'on va faire ça, je crois.Ouais, avant d'y aller partir là-bas, je vais faire ça, tiens. Alors, normalement, on peut retourner dans les villes qu'on veut. Donc là, je peux. Là, je suis à. Ok, Cadnis, Yossel. Ça, je ferai plus tard. Hein. Après, il y a la Cadnix. Oui.Voilà, nous voici à Cadnix. De Cadnix, je vais aller faire chercher son truc là. Je vais aller dans la grotte.
De toute façon, je vais pas parler à tous les villageois, sinon je m'en sortirai jamais. Donc voilà, il faut entrer par là. Tunnel profondeur, ok. Donc il faut que je fasse ça, ça, ça. Oh putain, ça met 10 ans. Mais j'ai aucun moyen de passer par là pour l'instant. Putain, il faudrait que j'ai un maître du vent ou je sais pas quoi là. Sérieux. Bon, mais il faudra un accélérage jusqu'à ce que j'arrive là-bas, je pense. Donc voilà, ou soit coupé tout simplement, je me mettrai devant. Allez, on fait comme ça. Ok, bon, je suis arrivé à peu près à l'endroit où je dois passer pour chercher l'ingrédient de la pissette. Donc c'est parti. Allons-y. Apparemment, c'est dans l'endroit ici. Oh, si j'ai bien compris. Ça va être vers là. Ou pas. Profondeur du tunnel, c'est où? Je suis pas dans les gens en profondeur. Ah, c'est ça, profondeur du tunnel. Là. Comment je vais accéder là-bas? Une question. Je vais pas battre les monstres, je vais regarder un peu partout. Que ça emmène là, putain. Je m'en zappais. Putain. Satan et grotte. Ah, tiens, ce que je suis plus rien à ce que j'ai racheté depuis. Non! Je peux accéder quand même au truc, même si on ne donnait pas la quête, c'est un peu con. Ah mais non, c'est là, c'est bon. Ok. Qui doit bloquer le chemin ou autre. Même pas, même pas un monstre. Ok, d'accord. オメガエリクシールの素材だ。本当に見つかるなんて。リーブに教えてあげなきゃ。残りの素材も解読できたかもしれないし。そうね。OK. C'est tout? Attendez un truc plus... Je sais pas. Attendez autre chose.
Retour à Canic, je crois que je vais utiliser. Parce que là. Après, je pense pas que c'est. Je crois que c'est bon. Ouais. On va faire ça, retour à Canix. Canix, voilà, hop. En fait, c'était facile, hein, je trouve. Allez, on va à la suite. Il faut retourner grenade, si j'ai bien compris. Pour informer qu'on a le l'élément. Ok. それってオメガエリクシールの素材ロンダウの巨人本当に探してくれたんだうんリーブの研究が正しい証拠だよありがとうちょうど2つ目の素材も解読できたんだこれを持って行ってどうしたのリーブ顔が赤いよあんた熱があるじゃないいいんだこれくらいの熱はいつものことだからなおさら良くないでしょう今すぐ家に戻って暖かくして寝なさいけどオメガエリクシールの解読が聞こえなかったあはい怖いなこの人ってライフセットのお姉さんベルベットのことは話すと長くなるんだそっかライフセットもいろいろ複雑なんだなリーブ体が弱いのかなそうらしいなわしと同じでか弱そうな子じゃし多分生まれた時からねだからあの子の両親はリーブ生きるって名をつけたんだと思うそうなんだライフセットも同じ生きるものって意味なのよ生きるもの冒険家になる夢があるのにかわいそうですねけどオメガエリクシールを飲めばきっと元気になるよアイゼンいつかリーブが旅をするときバンエルティア号に乗せてくれるお前の友達だ格安で運んでやるお金取るの俺は海賊だぞそれでも大サービスだそうだったね生きるものかライフセットって名前にはそんな意味があったんだなふん、うん、意味なんてなかった一生懸命願いを込めたのにあの子は死んだ希望なんて持つだけ無駄だったのよ本当に無駄だったと思うか思うしかないでしょ現実を見れば OK chercher une corne de licorne sérieux Ok, il faudrait que j'y aille. D'accord, chercher une corne de licorne. Ok. On va savoir si je vais pouvoir y aller là-bas. Est-ce que je peux pas, mais j'irai. J'irai au truc là. Thank you.
Ah, je peux plus retourner là-bas, c'est chiant. Canix, et seul, ok. Et si je vais découvrir ça là-bas. Le mec, c'est le fou. Ah, sauvegarder, je vais voir à combien je suis de minutes et je vous dis ça si j'y vais maintenant ou pas. Allez. Et en fait, ce sera la fin de cet épisode, donc je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Tale of Bestiaria. C'était Gacho. Bye bye.